どどん。え、天野さんがミントアイスくれてる、ありがとうございます。こんばんは。お腹すいた。え、ね、ピュレグミのさ梅味食べたことある人います？めっちゃ美味しそうじゃない？この時間なのにスタバ飲んでる、ええー、やんかええやんか。え、何味？今ってスタバ何味が出てるか全然把握できてないんだけど。あ、もういくつ出たらば普通はですね。え、意外とね、意外となんかね、今週の土曜日はもうあれだ、プロジェクトアイのファンミーティングだし、で来週もの土曜日はバスツアーのやつだし、なんかアイスのイベントやってるで。だって、え、そうなの？アイスイベやってんの？え、家に31届く、もしかして。それは何あれですか、20万ポイントを言ったらどうのこうのみたいなやつ、単独のあれ。最後にバナナ飲もうと思ったけどキャラメルフラペチーノだって。え、ちょっと待って、バナナ待って、バナナ知らないんだけど、そもそも。バナナだって。明日からバナナ終わったのつらだって。え、待って、何にも存じ上げてないわ、悲しい。ゴンチャのドリンクが美味しそうだなーっていうのだけ見ました。クラス時さんがアイスくれてる、ありがとうございます。いっぱいアイスが来てる。ちょっと待って、アイスのイベント調べてみようっと。すごい、お知らせがいっぱいいっぱい来てんだけど。アイドルジャンルおすすめだって。 AKB 劇場公演曲カラオケイベントだって。何それ AKB？ AKB 劇場よりリニューアル記念、劇場公演曲大賞カラオケイベント、7月8日月曜日から始まってるやん。いつ、ランキング1位の方には Amazon ギフトカード10万円分と豪華特典もだって。すげえな、すげえな。またアイス、あ、美味しい3つの味アイスクリームギフトが追加されましただって。あ、でっかいミントアイスが来た。ミスター社交辞令さん、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。ちくわ豆腐さんも、面白い女、ありがとうございます。そんなイベントあったのかね。 あるらしい。 だから誰か参加、誰かこの世の中にはそのイベントに参加してる人がいるってことでしょ。すごくない？劇場公演、え、それもう OG の子ぜひ参加してくださいみたいな感じじゃん。怖っ。カイ君もいっぱいアイスありがとう。待って、そのイベントのやつってどっから見れるんだろう。お知らせじゃなくて受信ボックスじゃないか。違うな、これあれか、オンライブのところから探せばいいってこと。本当だ、アイスドレスキキャンペーン。なるほど、キャラメルアイス、違う、これバニラアイスかいちごアイスかチョコミントアイスかみたいなやつね。バニラ、いちご、ミントで選ぶだって。三種制覇アイスドレスキキャンペーン、あ、これ AKB でもやってんだ。7月8日から、おとといから、おとといっていうか、でもまあ日付変わっちゃったからあれだけど、じゃあ昨日ぐらいから始まったってことから、21日23時59分までバスツアーの次の日だ。アイスバーランキング、なにこれ、あ、
本当だ、選ぶんだ。バニラかいちごか。え、いちご、違う、嘘。バニラの2位にチャケがいる。いちごの3位に山田京香ちゃんがいる。チョコミントは誰も知ってる人いない。チョコミントの1位の子すごい、24万ポイントいってんだけど。え、すごいな。てか最近暑すぎん、それな、え、やばくない？え、これ何、これ、結局でこれな、何なんだこれ。あ、各ランキング上位3名様にアイスクリームギフトカードプレゼントだって。アマゾンギフトカード3万円分プラスアイスクリームギフトカードプラス特典ルームメダル。特典ルームメダルって何？なんかさ、知らない間に、知らない間になんかさ、怖い怖い。よいしょ。ててて、バスツアー席決まりそう？まだ決めてません、バスツアーの席。でもそろそろ決めないとやばい。来週入ってから決めるのだとちょっと焦っちゃいますな。難しかったら真面目に決まず適当でもいい気がする。そうなの、適当に決めちゃおうかなと思って。まあいろいろあれはあるから、それは考慮しないといけないのだが、席があれば何でも OK。 強い。まあ立ちじゃなければね、立ちじゃなければいいかも。結局決められず当日くじ引きで決めたりして、だって、あ、でもそれが一番あーってならない？でもそれ難しい。その私が決めたら私のせいになるし、くじ引きだったら運のせいになるし、みんな的にはどっちがいいんですかね。みんな的にはどっちがいいんでしょうか。あれ、私これギャッツビー使ってると思ったらバンだった。やばい、でもこれなくなっちゃうから、私がこの前買っておいた、あれどこに置いたんだっけ、ちょっと待ってね。ギャッツビーのさ、なんかどこどこ限定のレモンスカッシュの香りみたいな、ありました、ありました。ギャッツビー薬用ボディーペーパーレモンスカッシュだって、氷霊だよ。あ、ここからファン、松木用ここからファン限定コラボ。え、なんかすごい気圧、なんかすごいパンパンなんだけど、あ、こんな感じだったっけ、あれなんか富士山の上みたいな、富士山の上のポテトチップスみたいになってるけど大丈夫これ。よし、よい、こらセット、匂い嗅いでみよう。おお、いいわね、いいわね、いいわね。よし、待って、私さ、名刺の整理したくてさ、どこだったっけ、私名刺、名刺あれ、あ、ありました、ありました。やばいな、
ゃんとした名刺入れ買わなきゃなって思って半年くらい経つ。わかります、名刺入れ欲しいよね、なんかいい感じの。そうだ、これネイルのお姉さんが、あの飴、最後に飴よかったらどうぞって言ってさ、飴の飴選んだんだけど、梅はちみつのど飴美味しいですよって言われたから、ちょっとそれにしてみちゃった。試しに舐めてみるか。うん、おお、小梅の味がする。小梅じゃないけど小梅の味がするわ。いや本当にさ、いやどうしてもさ、今日ネイル行きたかったの。今日っていうか、こうスケジュールをさバーって見て、こう先週ぐらいから、あ、もうこの日にネイル行きたいかもみたいなのをさ思ってたんですけど、ちょっとね、私の行きつけのあのネイリストさんっていうかね、なんか埋まっててさ、もうなんか二十何日までもう埋まってますみたいな感じでさ書いてあってさ、激鎮。マジ本当にさ、わかんない、ネイル行ったことない方はさ多分なわかんないと思うんだけどさ、ネイル屋さんネイリストさんってマジで当たり外れあってさ、その仕上がり含め、その対応とか含めさ、マジで当たり外れって言い方よくないか、この自分のまあ好みに合ってるかどうかみたいな感じだと思うんですけど、なんかね困っちゃった。なんか眉毛サロンとかマツパとかは言うても、まあ誰がやっても一緒かみたいなのあるんだけど、そんなことないと思うんですけどね、こんなこと言うと多分アイリストさん怒っちゃうと思うんですけど、でもネイルはさ、なんかね全然やっぱね違うんですよね。だからちょっとで時間もあんまなくてさ、なんか遅い時間からじゃないとちょっと今日の予定的に予約できなくて、ってなるとこのなんか長いコースが予約できなかったからさ、このなんかシンプルめのコースしか予約できなくて、いやーみたいな。ネイル他の人のところ行くの怖すぎて違う人にお願いできないね。本当にそれ、本当に嫌になっちゃうよねっていうか、本当になんかだからいつもお願いしてる人の素晴らしさを本当に感じた。いつもありがとうございますという気持ちになった。だから結局思ったのはもうさ、開業、あのもう個人でやってるさサロン、そのなんかどこどこなんかその3人とか4人とかでさ、こうシフトっていうかそういうのでなんか回してるお店だとやっぱちょっと好み分かれるから、だからちゃんともう開業しちゃってますみたいな人の方がさ、腕は確かよね。まあそりゃそうなんだけど、だって独立してんだからさ、そりゃそうなんだって話なんだけど、今度からそういうところにしたいなって思いました。でもどうしよう、これで今のネイル、いや別にさ、これも悪くないんだけどさあ、自分でも見えやすいから余計に思うのかね。そうなのかもしれない。でも今のデザインも全然悪くないんだけど、なんかさ、こういうデザインにしようかなみたいなさ、あ、誰々さんに今度このデザインお願いしちゃおうかなみたいな、あのデザインもいいなみたいな思ってたからさ、もうそれができなかった時点でもう、あ、
もうさ、あってなってるわけ。だからどうしよう、どうしよう。いや別にいいんだけどね、いいんだけどね。このネイルも可愛いんですよ。悩ましいですね、悩ましいですね。だから来週、だからその行きつけのさ、そのネイリストさんがもう予約空いてる時にもう行っちゃおうかなみたいな。普通ネイルってさ月1とかさ、月1とかも2ヶ月だとちょっと伸びすぎなんだけどさ、そんぐらいで行くんだけど、2週間とかで変えようかな、どうしよう、ちょっと悩んでます。どうしたらいいと思う。あ、ネイリストになりたい同級生いるからネイルするってなったらもうその子にお願いしようかな。だっていや本当にね、なんかネイルサロンとかさ、美容室とかさ、結局なんていうの、その技術職の人、技術職の人っていうか、なんかそういうなんかさ施術系とかってさ、結局やっぱずっと同じ人に頼むのがさ一番いいよねって思った。あ、1週間で気分上がらなかったら変えよう。だって、うわそれめっちゃいいな。確かにね、やっぱ当日に決まるのは良くないよね。当日にこのね、この今感情がすごく強まっている時は良くないですね。何日かだって落ち着いたら、いやよくよく考えたらまあそうでもないかもみたいなね、そんな2週間とかでネイル変えるのお金もったいないかもみたいなね。いやまあそうだよね、そうだよね、そうだよね。人間って難しいな。なんかさ、めっちゃイライラすることとかさ、あのストーリーとかさ、ツイッターに書こうかなとか思って、いやでも待て待てと思って、下書きでもとりあえずさ、いやこれあんま良くないかもと思って、まあ、一旦下書きに入れとこうみたいな。で一旦下書きに入れて、でまあ数日後に見たらさ、ああそういえばこんなことも思っていたなみたいな、何をこんなに怒り狂っていたのだろうみたいなね、思うもんね。そういうことですよ。そういうことですわ。ブラシあった。あれ、こっちか。今度眉毛サロン新しいところ行くからドキドキしてる。むずいよね。なんかさ急に、あもうここじゃないと、ここじゃないともう行けないみたいななった時にさ、その行きつけのところ行けなかったりするじゃん。普通にこのなんか場所的な問題とかさ、この移動時間とかさ、その予約の兼ね合いとかでさ、行きつけのところ行けなかった、行けない時ってマジでマジでしんどいよね。うわどうしよう、あっち行こうかな。待って、1、あ、分かった分かった分かった。私がこの配信中に登録したい名刺の枚数数えるね。あ、なんかレシート、ま、紛れ込んでるな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22。はぁ？はぁ？ 22？ えぇ？めんどくせぇ。めんどくせぇとか言ったらダメですね。よくないですね。ご縁ですからね。ご縁に感謝。よくないよくない。まあまあってくさ。せやねん。なんかさ1日でさ10何人とかさもらうときあるじゃん。いや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 ってなるよね。え、てか待って、私ちょっとみんなに話したいことあるんだった。みんなに話したいことっていうか、え、
なんかさ、いやこの前さ、この前さっていうかちょっと前さ、こうなんか年上の人もうなんか親世代っていうか、なんかなんて言ったらいいの、おじさん多めみたいなさ、なんかそういうとこに行ったんだけどさ、そのわかんない、その世代の人たちってさ平気でさ初対面なのにさ、でどこに住んでるのって聞いてこない？普通なのかなっていうか、なんかさびっくりしたんだけどさ、あ、キョカちゃんに会えるのはいつの日か、チケット全落しました、ピエン、それはピエン、8月に来たいはは、8月に来たい。なんかさ初対面でさ、え、普通にさ、どこ住んでんのみたいな聞かれてさ、えってなるじゃん、えってなるじゃん、で、あー、どこどこのらへんですみたいなさ、ぼかして答えたらさ、なんかちょっと切れ気味でさ、え、だからどこみたいな言われて怖っみたいなえ、だからさ、で、なんかそれがさ一人じゃなかったの、何人かに聞かれたの、え、どこ住んでんのみたいな聞かれて、だから普通にこのその年上世代の人からしたら、そのなんか初対面の人にそのなんかどこ住んでるのか聞くのって全然普通のことなのか、なんか普通になんかそういう文化なのかなとか思ったりして、なんかさ、いや職場の同じさ職場の人とかだったらさまだ分からんくもないじゃん、別にそんなに、じゃあ DH のじゃあマネージャーさんにどの辺住んでんのとか聞かれたらさ普通に答えるけどさ、だから同じ会社の人とかだったらさ全然いいじゃん、でもさなんか初対面のさ、え、なんかその全然知らない人にさ聞かれてさ、でなんかキレられてさ、えー、みたいな、だからそれをちょっとみんなに愚痴りたかったんです。教えても熊でかな、だって、え、だよね、え、それさ別にさ男性でもさ、えってなるよね、なんか私が警戒しすぎなのかな、警戒し、別にそのなんか家に来られたらとかそういうのじゃなくてさ、シンプルになんか嫌じゃん、そんなどこに住んでんのかとかさ言うのさ、嫌じゃん共通の話題を探ってるだけなの？本当？ああ、何かしらの共通点を探して話題を模索してるかと思われ、特に悪気はないかと。ね、特に悪気はないのがさ、最悪だと思わない？特に悪気がないところがさ、めっちゃ最悪だと思わない？おいらは聞かないな、だって、え、ね、正解、聞かないし聞いてるシーンに遭遇したことない、本当？じゃあなんか本当にもう 人によるのかな、もう人によるんだろうね、なんかさ、だからちょっとしんどかったっすわ、しんどかったっすわっていうか、なんかその場がさ、なんか、いや、そこでめっちゃいろいろ名刺をいただいたりとかしたんだけどさ、なんかしんどいな、なんか私人と話すの割と得意な方だと思ってさ、24年間、まあもうちょっと25歳になりますけどさ、その25年間生きてきたんだけどさ、なんかもう本当もうその時もう疲れすぎちゃってさ、なんか、あ、私って人と話すの向いてないのかもって思ったあ、バイト先に新しく入った子にどっから来てるのとか聞いちゃうかも、だって、あー、そうか、バイトの子か、でもさ、何区ですとかさ、なんどこどこ、だから秋葉原の近くですとか、例えばね、秋葉原の近くですとかさ、なんかどこでもいいけどさ、いや新宿の近くですとかさ、
それでいいじゃん。なんでさ、それでさ、え、だからどこって切れられないといけないの。すごい、今多田さんは誰に切れてんのって話なんですけど、なんでさ、なんでそれでさ、なんかさ、機嫌悪めにさ、だからどこだよみたいに言われないといけないの。は？言うわけなくねみたいな、初対面のあなた様にみたいな。難しいねっていうか、そう、そんなことがあったりしました。難しい。でもなんかそのさ、じゃあ何十歳もさ、こう年が離れてる子とさ喋る時はさ、なんか気をつけなきゃなって、その私が大人になった時にさ、なんかその年下の若い子とかと喋る時にさ、なんかその私だから、私今のさ、じゃあ私世代からしたらさ、何とも思わないようなことでもさ、もうじゃあ40年とか経った時にさ、40年後の若い子たちからしたらさ、あ、それはちょっとみたいなさ話題とかあるわけじゃん。なんか難しいよね本当に気をつけないと。やだな、なんかおばさんになってなんか若い子に嫌われるの嫌じゃない？なんか寂しいよね。気をつけよう。難しいけど。いい感じかもしれません。よし、オッケー。セクハラですよって言えば大丈夫。嘘。何が倒れた？やめてよ。やめてよ。やっぱ不安定なところに物を置くのはちょっとよろしくないですね。そしたらちょっと待って、これあっちにちょっと置いてくるわ。少々お待ち。ちょっと待って。最近暑いからさ、まあ、エアコンつけるじゃないですか。でもさ、メイクするときさ、私あの洗面台のところでねメイクするんだけど、ってなると そこまでさ、あの冷房っていうか、そのエアコンの風が届かなくてさ、ちょっと困ってんだけど、みんなどうしたらいい。どうしたらいい。こう涼しい部屋で準備したいじゃん、出かける前とかさ。ちょっとね困ってるんですよ、この物件の間取り的にさ。いや、こっちで頑張ってリビングでさ頑張ってメイクすれば、まあそれで解決なんだろうけどさ、あ、扇風機ありますよ。扇風機もう一生首振ってもらってるわ。一生動いてもらってます。ありがとう。個人的には最寄り駅はセーフで住所はアウトだと思います。だって、最寄り駅も嫌じゃない？
最寄り駅嫌じゃない？住所って 何丁目どこ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 って言わなきゃいけないってこと？それでもさ、その住所も最寄りも一緒じゃねえと思うんだけど。私は何がしたかったかというと、あ、分かった分かった、ちょっと待って。パソコンオープン、これじゃなくてこれだ。準備中、こっちの、うわ、いいですね、うわ、いいですよ、まずでした、残念。それが分かったら大丈夫。じゃあこの名刺の、え、みんな知ってる？この名刺のアプリみたいなのさ、写真撮ったらさ、会社名とか名前とかさ、電話番号、メアドとか全部なんか AI が読み込んでくれるんだよ。すげーすげーって感じで、こうなんか 何月何日にこの人と交換してみたいな、すごいよな。縦型横でも、ん、縦型横型どっちもいけますみたいな。あなたの知り合い21人だって。頑張るぞ。待って、これは誰だ。あ、この人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 は前だ、この人も前だ、この人、この人も前。誰だこの人、誰だこの人わからない。あー、ちょっと待って、この辺、もうさ顔とかわかんないよね。ダメだ、あとなんかみんなに言いたかったんだけど、なんだったかしら。これ、あ、まゆ先生だ。あ、これはいらないな。お腹すいた。この家今豚汁だけ作れるんだよな。豚汁、豚汁だけは作れるんですよね。これだ、これだ、よし。ちょっと待てよ。よし、じゃあこの2人から登録していこうじゃないの。これはなんだ。6月28日です。これどうやって登録するんだっけ。あ、これだ。名前を検出中、同時に4枚まで撮影できますってさ、結構すごいよね。あれ、ちょっとうまく起動しませんね。あ、来ました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 。部屋がちょっと暗いな。よっ、にゃっ。もう私が
井に帰ってここの家を開けている間にポストに騒音注意みたいな、なんだっけ、なんかとなんかのやつがさ入ってたんだよ。ちょっと待って、あれどれだっけ、あこれだ、あ共用部分のポイ捨てに関して、最近共用部にタバコの吸い殻が捨てられているとご連絡がありました。タバコの吸い殻含めゴミのポイ捨ては禁止しております。それと生活時間帯外の生活音についてだって、なんか夜が深夜帯の生活音がにちょっと苦情が寄せられておりますみたいな、2枚ポストに入ってました。私のいない間に治安がちょっと悪くなっている、良くないですね。これをこの2人を両面撮影オン、ちょっとこの反射がするな。でもさ、なんか騒音とかってさ、なんか意外とどこのなんか隣の人かと思ったら意外と隣じゃないみたいなさ、隣じゃなくてなんだっけ、隣はほぼなんかもうあるか、響かなくてさ、上からかと思ったら実は下でしたみたいなさ、なんかいろいろあるらしいじゃんね。難しいで、来た。え、よし、あ、いいでしょう。オッケー、おもちと正しい組み合わせです。わ、これ私どうやってやってたんだっけ、忘れちゃったな。8月10日じゃなくて6月の私28日って言った？28日ですね。やばい、ちょっとやんなきゃいけないことをさ、こうもう一個ずつもう潰していかないと。部署、未来創造課、データ補正中です。頑張れ。え、データの読み込みめっちゃ遅いんやけど。え、なんかさ、これたまになんかさ読み、なんかうまく検出してくれないのあるんだよね。イラッとするんだけど、やめてくれないかな。ね、これじゃあ一個ずつ取ればいいってこと？一個ずつ取ればいいってこと？なんですか？二度手間なんですよ。よし。あ、名刺交換したら日付と話した内容、顔の特徴など裏面にメモして管理するって習ったら、ってやってないよ。やる人いるっていうか、そのできる。そんなんできる人いる？すごくない？それさ、それできるのさ、一人に会った時じゃない？そう、だってさ、何人もと会う時にさ、そんなのさ、メモってらんないじゃんね。そんなもう、どんどんさ、人がだって流れてくるわけじゃん。人がどんどん流れてくる時にさ、すごいよね。この方は最速で補正を、あ、プレミアム登録するとなんかうまく読み込めるらしい。メールと会社の電話番号って、まあええか、とりあえずちょっと待って、
すごい、これなんか勝手になんかお礼メールの作成みたいなのやってくれんの超ありがたいじゃん超ありがたいじゃん。これをあ、日付と仕事の内容は書いてたな、だって。あ、でも日付わかるのは結構でかいよね。あ、この日に会った人ってことはみたいな。で、これをちょっと待って、あ、飴を最後に噛んでしまいました。飴でも噛まない人いる？逆にパシャ。あ、間違えた。あ、まあいいわ。6月28日。あ、きょんちゃんこんばんは。こんばんは。うわ、またデータ補正中ですって出た。まあこの人 LINE 交換したからいいかこの人まあ LINE 交換したし、ええか。どんどん行こう、こういうのはね、どんどん行くべき。オーケー。あれ、この人何したっけ。23。みんなの最近ハマっているものを教えてください。え、つながりました。だってやった。そう、このアプリ便利なのがさ、このアプリ便利なのがさ、なんかこの同じアプリやってる人を登録するとなんかつながりましたみたいなさ、なんかメッセージのやり取りできたりするんだよね、このアプリ内で。めっちゃ便利じゃない？すごい感動した。裏面、あ、そのあれだった。私が最近ハマっているものは、え、みんなあれもう売ってないのかな、ピュレグミのさ、ピュレグミのライチ味ってピュレグミワールドの中で一番うまくないか。食べたことない人は食べてみてほしいです。登録できた。あ、間違えた。22だ。この人も22ですね。この人が本当に思い出せない。最近は健康にいい気がしてミックスナッツばっかり食べてる。だいいな、ミックスナッツ良さそう。でもナッツもなんか食べ過ぎにはどうのこうのみたいな言うよね。うるせえって思わない？脂質がうんぬんかんぬんみたいなさ。
の人も補正中だ。一生補正してる人いるんだよな。これじゃあ何日か1週間後とかに見たらちゃんと補正されてるってこと？すごい、待って、コッペテすごい、数がすごい。え、待って、明日親知らず抜きに行きます。え、頑張って。1本ずつかな。あ、つながりました、ありがとうありがとうございます。つながりました。登録遅いなって絶対思われてるよね。ごめんごめん、人間そういう時もあるじゃんっていう、そういうことだよ。よし、23 OK OK、 疲れた、飽きてきました。あ、一本下の横向きのやつです。あ、それあれ、ほじくり出さないといけないやつ、もしかして。ひでちゃん、くまありがとう。あれでしょ、あなんだっけ、歯茎を切ってさ、埋まってるのをこう引っ張り出して、それで歯茎塗ってみたいなやつじゃない？違うかな、親知らず抜くの。え、てかさ、歯医者の麻酔ってさ、なんであんなごついんだろうね。なんかもうちょっとなんか可愛らしい見た目にならないって思いません？私だけ？なんかめっちゃごっついさ、ほんとなんか人殺せも、なんかスパナの仲間ですぐらいのさ、ごつさしてるじゃん、歯医者の麻酔って。もうちょっとで口に入れるんだからさ、もうちょっとなんか細い感じになりませんって毎回思うんだよな。まゆ先生は、うわ、いつあったんだっけ、26だ。お、いいぞいいぞ。交換付き順、うん、いいぞいいぞ。趣味なんだっけ、誰かさ、あれなんか新しい趣味が欲しいですみたいなさ、どこで見たんだっけ、あれツイッターで見たのかインスタのストーリーで見たのか、誰かご存知の方いらっしゃいます？誰だったっけ誰だったっけ。趣味ってでもむずいよな。趣味、これを趣味にしようって思ってさ、趣味になるようなものでもないじゃない。だから余計にむずいよね。うわ、待って、この方はですね、あ、思い出しましたよ。この方は3だ。いけ、やばい、お腹すいた。冷凍のたらこパスタあるんだよね、チンしちゃおうかな。ワクワク、
あ、そうだ。そんでさ、そんでさ、麻雀のさ、ジャン玉をさ、やってるんだけどさ、わかんないんですよね。この名刺欲しいかな。この名、いいだね。え、待って、みんな結構進んだよ。待ってよ、この人は本当に、待って、確かこの人めっちゃ顔かわいい人だ。うわ、どこで会ったんだっけ。うわ、悔しい。え、分かった分かった分かった、この人めっちゃ顔かわいかったんだよね。分かった、すごい、アハ体験。分かったぞ分かったぞ、これは。ちょっと待って、天才かもしれない。天才かもしれない。666てか、麻雀ってなんであんなに、麻雀なんであんなにむずいの。好きな役ありますか。三色同順と、三色同順と、あれ19自敗以外のやつなんだっけ。192から8で作るやつなんでしたっけ。単野を、それと、あと同じな、何でもいいんだけどさ、じゃピンズだったらさ、445566みたいなやつなんだっけ、あれ。それが好きです。名刺を登録、よし、疲れた疲れたけど、ちょっと待って、これ、いやー、これつ、これ追加、これどうしようかな、これ、これまあいいか、いや、これいいや、オッケー。あ、イーペイコー、イーペイコー、イーペイコー、わからないね。役を覚えるまで泣くの気をつけないとね。ね、難しい。でもだってさ、難しいね。そうだから、とりあえずさ、泣かないように泣かないようにしようとは思ってはいるんだけどさ、難しいですね。よし、あとは12345678910人、あと9枚とりあえず写真を撮りましょう。頑張るぞ。77OK。これ意外と4枚一気にとかやっちゃおうかな。いや、わけわかんなくなるからな、やめとくか。わ、席近かった人誰だっけ。この人ではない、この人だ、あとこの人だ。よし、単野をいいね。単野をなんかやりやすいから好きです。でも覚えられない。私は今あれを覚えようとしてる。イーリャン算数。ん？イーリャン算数。ウーロチ。
パー9。それをさ、友達とかがさ、なんかさ、スーピンとかさ、リャンマンとか言うじゃん。いや日本語で喋ってくれんみたいな。わかる、この気持ち。だからその辺を覚えようかなみたいな。長いじゃん、想図の7とか言う。長いじゃん。よし、これで繰り返していく。うわ、絶対表裏逆やったやんけ、最悪。よし、パシャ。やばい、全然反応してくれない、全然反応してくれない。1枚しか反応してくれない。なんでだ。1枚しか反応してくれない。なんでだ。なんでだ。怒るよ。2枚が限界。近すぎた、もしかして。最近かき氷食べられてないんですよ。よくない、体調悪くなりそう。はあ、全然できてないやんけ、最悪。ちょっと待てよ。あ、この人だ。この人のを。OK。宮塚さんのを。OK。これが木下さん。あとだ。さあ、OK。OK。やったー。え、誰もつながらない。え、これ意外とこのアプリやってる人少ないのかな。まあ、やらないか、普通やらないか。トランプのジャック、クイーン、キングみたいなもんだから覚えるしかないね。でも慣れ、そうなんです、多分慣れるしかないんですね。え、これさ、みんな登録、名刺ってさ、登録したやつはもう全部捨ててる？でもまあ、もうだって、じゃあ何のために登録したのってなるもんね。捨てればいいか。よし。あと面白い趣味って何かありますかね。ぽい。やばい、麻雀の話してたら2人フォローしてくれた人がいる。麻雀好きなのかな。よし、 OK。昨日あれだ、ツイッターでちらっとなんかセリちゃんがプロ雀士目指すみたいな、生誕祭でお話ししてたのをツイッターでちらっと見かけて、めっちゃ教えてほしいってなった。いけ、 OK。 ちょっと待って、合ってる。しゃ。はっ、つながりました。一人だけ。
外と、なんかさ、こういうのってなんか意外と面倒くさがらずにさ、やった方がパパパってやっちゃった方がいいんだろうね。いや、それがむずいんだよな。なんでなんだろう。なんでなんだろう。あ、善次郎さん、アイスありがとう。怖。3時間ってなんだ。3時間。もう漢字ばっかりで怖いよ。なんだなんだ。よいしょ。できた。繋がっていません。あ、わかります。数分で済むのにやり始めるのに 2,3 日かかりますね。もう私そればっかりね。その気になったらさ、数分で終わったりとかさ、もう1時間もかかりませんみたいなことなのにさ、なんかああめんどくさいなとか思っちゃってさ、結局さ、こう何日も何日もさ後回しになってさ、で結局なんか あれもやんなきゃこれもやんなきゃみたいな、うわ何からやればいいのみたいなさ、なるよね。本当にわかります。困っています。だからもうむずいね。でもそのなんかリストアップしても無理なんだよね。なんかさ、その今日やることをリストアップみたいなするけどさ、あ別にこれは急ぎじゃない、あこれも急ぎじゃないとかでさ、なんかリストアップした意味がなくなっちゃうんだよね。あいててて、それがちょっとねよくないんですよね。直さなきゃなーと思いつつ、よしじゃあこの名刺たちは登録したので捨ててしまいま、でもなんか名刺なんかさもらったのそのまま捨てるのちょっと心が痛むね。あれ私名刺、他にもいただいた名刺どっかのポーチに入れていたはずだが、スタート躊躇してギリギリになってとかわかるね。本当にもうそんなのばっかり。あれおかしいぞ。なんでだ。あ、わかった。絶対こん中だ。天才かもしれない。え、待って、ちょっと待って、登録してあるのなんかいっぱいありそうだぞ、この分厚さ。いや、でもしてそうだな。いや、してるな。いや、してるな、きっと。よいしょ。やばい、部屋の電気暗くしてしまった。麻雀好きだけど点数計算できないわ。だってね、私も友達に任せっぱなしですわ。さっぱりわからん。あれ、この人登録され、あとされてるわ。よし捨てよう。あなたの知り合い41人になりました。拍手。私の名刺もまあ8月ぐらいにはできるのかな。え、昔応援してたアイドル今じゃプロ雀士だからね。本当？かっけえ。いいな。プロ雀士いいな。え、でも麻雀って世界中にする人いるよね。メインはやっぱ中国なのかな。捨て
テーチャーを、え、なんかすごいトランプみたいだね。ナイス。てか夏洗濯追いつかなくない？てかよいしょ。香港の麻雀牌、麻雀牌大きいで。本当？それちょっと気になるな。麻雀牌大きいとかある？世界共通あのサイズじゃないの？そのなんか国によってサッカーボールの大きさ違いますみたいな。まあ別に大きさ違っててもまあそこまで問題ないからいいか。え、ね、今から腹筋頑張ったら割れるかな夏までに。いやもうすでに夏なんですが、すでにもう夏なんですが、いや痩せて痩せてーな。あ、日本と多少役も違うね。だってほんま難しいよ。でもなんかコツコツなんかちゃんたまで時間があるときにやるのがいいらしいよ。でもやっぱ実践の方が楽しくない？なんかさ、ゲームでさ、これだとなんか上がれませんみたいな表示されるとイラッとすんだけど、ね、誰も説明してくんないし、誰もっていうかさ、友達と やってたらさ、そのできる子がさ説明してくれるじゃん。これはこうだからこうでみたいなさ説明してくれるけどさ、そういうのないから。ちょっとピエン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 という気持ちになりますね。待って、私意外と1時間ぐらい経っておりますな。あ、役覚えられないからアプリじゃないとできないだって。え、でも私も友達とやってる時になんか役のなんか役一覧みたいなやつ見ながらずっとやってるわ。ずっとやってるけど、でもさっきのやつしか覚えてない。さっきのその三色同順とか、あのなんだっけ、なんとかかんとかみたいな。確かいつかは M リーガーだって。でも難しいんでしょ、プロでもさ、麻雀のプロのテストってさどんぐらい難しいんだろうね。どんぐらい難しいんだろう。本当にめっちゃ頑張る。え、その1年2年頑張ったらなれるものなのかしら。なんかさ、麻雀とは違うけどさ、なんかいろんななんとかかんとかみたいなさ、なんでもいいんだけどさ、なんか日本酒ソムリエとか、なんとか市みたいなさ、そのなんかまだまだ有名じゃないやつとかってさ、その業界を発展させたいからさ、なんかめっちゃそのなんか試験とかさ、そのプロテストみたいなやつめっちゃ簡単だったりしない？でも麻雀はでも難しそうだよな。ピンフ、タンヤをトイトイが分かればとりあえずなんとかなるんじゃなくて。ピンフって何？ピンフもよく聞くな。あ、推してたアイドルさん52歳で合格してるからきょんちゃんだってまだ。え、浅香唯衣さんって、あの浅香唯衣さん私めっちゃ美人で超好きなんだけど、52歳で合格してるからきょんちゃんまだまだ大丈夫。本当？それ年に何回やってんだろう。
本気で勉強すればいけるかもだけど、待ち配とか点数計算とか、あとマナーとかも。そうだよ、なんか片手でしかやっちゃダメなんでしょ。あとなんかひっくり返したらダメなんでしょ。ピンフって基本って言いますよね。あ、平和ってそれピンフって読むんだ。なんか平和ってこれどうやって読むのかな、どうやって読むのかなと思って、振り点とかも、あ、これで振り点って読むんだみたいな。難しい、難しいです、とってもぽい。暑いな、ちょっとこの部屋。ピッピッピッ、除湿の27度、暑いな。ちょっとみんな冷房何度にしてます？え、みんなもしかしてタイマーにしてる？もしかして。でもさ、タイマーにしてもさ、でもだって朝寝苦しくて起きるの嫌じゃない？19度だってワロタ19度、会議室、家のエアコンで10の位が1の人いんの？27、25、24、16、え、ここにもいた、十何度の人。あ、猫がいるから年中26度です。おお、そうか、猫ちゃんって暑いのも寒いのもダメ系？極端なやつがダメなのか。リビング26、部屋が27だって。エアコンに本気出してもらってるだって。それ絶対やめた方がいいよ、やめた方がいいよ。それ寒いって感じたら28度、暑いって感じたら27度。え、でも28度意外と暑くない？エアコン使ってないですだって、やばいよ。でもまあ部屋のあれ間取りとかにもよるか。え、てか最近野良猫みんな見かけなくなっちゃったんだけど、元気かな？私こっち帰ってきて何日か経ったけどさ、毎回さ、まあ、夜になったら会えるかなと思ってさ、楽しみにしてるんだけどさ、猫会えてないんだよ。悲しいです、とっても悲しいです。猫ちゃんどこ行ったの？え、でももしかしてだけど、誰かのさ、誰かのっていうか、その暑くない時期は外で放し飼いしてるけど、夏だけ室内入れてますみたいな。でも夏の野良猫ってやばくない？死ぬじゃんって思わない？しばらく清香ちゃんいなかったから拗ねてるんじゃない？え、本当にさ、絶対忘れられてる気がするんだよな。どうしよう、忘れられて、また新規の人間として覚えられるかもしれないね。外危なくない？危なくないっていうかさ、とっても心配ですよ私。元気かな。だからちょっと猫見かけたらまたちょっと報告しますわ。心配してるんですよ私、猫の行方を。本当に会いたい。元気かな？あいつ可愛いんですよね。え、もうあれだ、もう飼ってる人はあれだけど、皆さん飼うとしたら犬派猫派どっちですか？私ちょっと最近悩んでてさのんきに悩んでるんですけど、なんか猫可愛いじゃん、なんかのんびりしてる感じがさ可
可愛いけどさ、なんか犬もさ一緒になんかさ、なんかこう車でお出かけみたいなさのができるのって多分犬の方じゃないですか。だからなんかそう考えるとなんかワンちゃんの方がいいのかなとか思ったりしてさ、悩んでるんです私最近。あ、一人暮らしだと犬は無理かも。え、マジ？それガーチャー、それガーチャーってもう使わないらしいねそれガーチャーってもう使わないらしいです。マジかよ。ウサギ派だって。かわいい。パグ飼ってるよ。かわいい。あ、今の部屋は全然あれです、ペット OK とかじゃないんだけど、将来ね、将来あのマイハウスを建てた暁にはなんかペットかわいいじゃないですか。待って、私の部屋文房具、あるやんけ。よいしょ。あ、犬散歩行かなくても帰るけど寿命が短くなるらしい。だってマジで。じゃあ人もあれも適度な運動が必要ってこと。あ、オイラも前に住んでたとこで仲良くしてた野良猫ちゃんいたよ。だってね、めっちゃ可愛くない？なんか愛おしいよね。でもわかんない、みんなに可愛がられてるのかもしれない。幸せじゃないか。マイハウスいい目標だって。高いよ、高いて。あ、パグみたいな鼻ペチャ犬は室温調節大変だけど癒されるよ。だってむずいなそれ。これと、あれあ、これだ。頭の体操だ。あ、できたできた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。あれ、何かが足りない。あ、これだ。あ、やばい、最悪。わ、最悪。待って、ちょっと最悪だ。ここは暑いし。見つけたぞ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。できた。オッケー、完璧。動物大体鼻が低い系に惹かれるって。そうだな、鼻低い系あんま考えたことないな。でもやっぱマンチカン可愛いなって思っちゃうんだよね。でもやっぱヘルニアになっちゃうじゃん。
この何短足胴長系はさヘルニアになりやすいから悲しいなーみたいな。勝ってもないのにね。やば、ちょっとこれどうしよう。除光液、待って、私除光液なんてどうに、除光液なんて、あ、待って、暑くなったからエアコン25度にしたら超絶涼しくなった、最高。マジこのさ涼しい部屋でさこの布団にくるまるの最高だよね。わかる。あれ、戸田さん、戸田さん除光液、あ、わかったぞ、あそこだな、探しに行こうの回。きっとここだ。違うかも。ビンゴビンゴ、最高、テンション爆上がり。いやー、このネイルの色どうだろう。いや、てか違うんだよ、このネイルのその何、色がうんぬんとかじゃなくてさ、じゃあこのネイルをさ一回、ちょっと待って、あ、あ、切る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 、あ、綺麗、あ、綺麗です、最高。そのデザイン、いや別にデザインはいいんだけどさ、デザインが良くないのか。このさ、このせっかくのこの、え、ね、あれさ、春にやりたいネイルとかさ、冬にやりたいネイルとか、夏といえばやっぱこのネイルやってみたいよねみたいなやつがね、もう誰にだってあるわけじゃないですか。だからさ、じゃあ別に1ヶ月か2ヶ月か知らんけどさ、このネイルで過ごすとしてさ、このさ、せっかくのこのさ2024年夏をさ、このさ、この微妙なこの何、あ、まあ消去法で、あ、じゃあその中だったらこれかなみたいなさ、のでこう決まったこのやつで過ごすのがもったいねえよなっていう話。せっかくだったらさ、もう自分がもうやりたくてやりたくてしょうがなかったさデザインでさ2024年夏を過ごしてじゃんかよっつうことよ。わかるかな、この気持ちが。わかんないか急に急に、あ、やばいやばいやばい。畑岡さんあるあるはゴミ袋パンパンにしすぎて閉められなくなるです。閉めてみよう。座布団みたいな猫も好きだけど、座布団みたいな猫、じゃあそう、え、でさ、だから TikTok でさ犬より猫の動画の方が流れてくんの。だからやっぱ猫の方が、猫の方がやっぱいいなーとかなっちゃうけど、でも猫はあんま一緒にお出かけはできないよなーみたいな。ネイル変えるだけで女の子は気持ちが変わるって言うからね。そう、意外とそう、女の子にとってはね、ネイルって結構ね大事なんですよ。大事なんです。みんな、あ、次のネイルどうしようかなーとか言ってさ考えてるわけ。向こうはいいぞだったね、可愛いよ猫ちゃん。やばい、ゴミ袋ギリギリだ。でもこのゴミ袋をギリギリで結べた時の感動ね、感動っていうか、このすっきりっていう話。よいしょ、あ、いいかもいいかも、バキバキバキ、待って、これ私勝ち申したかもしれません。あ、飼い犬旅行に連れて
ストレスになる気がする。ああそういう考えもある。しゃできた。これを明日捨てる。どっかいいね。やばい、なんか私いらない。でも本当にさ、ミニマリストになろうと思えばなれる気がしてきた。だって意外と部屋の中ってさ、使わんもので溢れてるくない？なんで取ってあるんだろうね。除湿の27度、もしかして暑くなる説。よいこらセット。そしたらちょっと待って、1時半になりました。背中が痛い。え、てか本当にピラティス行こうか思って。一緒行ってるな、ピラティスとかさ、あのプールとか契約しようか思って。よいしょよいしょ、けっ待って、私こっちのスマホにジャン玉入れてないんだっけ。私タブレットにしかジャン玉入れてないんだよね。こっちにもジャン玉入れるか。じゃ待って、ちいかわ見てないわ。可愛いキャラクターと気軽に遊べるオンラインマージャン。え、でもマージャン入門だって。ジャン玉よりなんかこっちの方が覚えられそうじゃない？だって星 4.1 だよ。みんなどない？みんなどないですか？可愛い子犬育成ゲームだって。インストールしよう。あ、まったりメダカ育成ゲーム、これでしょ。3日に一度餌をあげるだけ。やばい、私殺しそうやばい。どうも、3日に一度餌をあげるだけ。メダカの家族をたくさん増やそう。うわ、これ姉がやってたのクラゲだわ。え、クラゲ育成とかさ、なんかマリモ育成とかあるよね。なんか水槽をきれいにしましょうとかさあるよね。愛しのじゃない、癒しのペンギン育成ゲーム、チンアナゴ育成、あ、マリモ、シャチ育成ゲーム 3D。 うわ、どうしよう。あ、これ癒しのクラゲ育成ゲーム。あ、ポケットプランツ、人気の植物観察育成ゲームだって。え、ちょっとメダカのやつ、メダカさ、ちょっとみんなで育ててみない？どうですか。あ、ウィンブルドンフルセットになってからなかなか終わらないだって。え、頑張れ。おい、女の子、男の子、やばい、よくない。でもこの私アプリもさ、なんか知らない間にどんどん増えてさ、使わないなーみたいな、いっぱいあるんだよね。でもアプリも、おっと、セリーグ1位から4位混戦してますね。え、パリーグもう終わりじゃない？ゲーム差 9.0、4.5、0.5、0、13。13って何？え？ 13 って何？あ、綿持さん、アイスありがとう。あ、待って、ほやまるの TikTok 更新されてた。ほやまる、え、これいいよな。体
カラーチェンジ TikTok フィルター。ライオンズ弱すぎて泣いてますだって。ライオンズやばい。ライオンズはちょっともうさすがに B クラス確定かも。中日も頑張っていただきたいですな。なんだっけ、ホヤマルだ。サッカーいい。ホヤマル、プリキュアの曲踊ってるらしい。意外とキレよく踊っててウケる。あ、近づいてきた。みんなホヤマルの、ホヤマルの TikTok みんな見てよ。ホヤマルマジでちょっと全国で戦える気がするんだよな。この可愛さ、可愛いわ。そう、ホヤマルは福井のゆるキャラです。堺市なんだけど。え、ちょ、メダカインストールできた。え、ジャンタマインストール遅っ。メダカアプリアンインストールするとデータが全部消えちゃう。だってあ、広告。2匹のメダカがお腹を空かせているみたい。餌をあげてみましょう。わかった。餌降ってきた。あ、食べた。あ、食べた。え、待って、お腹の減り具合分かんなくね。あと3秒で広告が表示されますって。やばい、めんどくさいな。広告多いのだるくない？お腹ど、お腹、あ、なるほどね、なるほどね。動画を見るとメダカが1ミリ成長するよ。は？なるほど。 10% 餌を一粒食べさせると 10% ずつ、 10% ずつ増えるらしい。お腹がいっぱいになったみたい。餌は3日に1回あげましょう。だって。なるほど。ちなみに身長が2センチになると子供のメダカが生まれるよ。あと少し頑張って育ててみましょう。だからこれをもうメダカ、もうメダカうじゃうじゃに、メダカをうじゃうじゃにすればいいってことでしょ。うわ、最悪。このボタンを押すと、うわ、すごいすごい。これ水槽の掃除をしなくていいの？ただ餌だけあげ続ければいいの？そんな教育でいいの？そんな生き物はそんな簡単に飼えないよ。餌あげるだけじゃ無理だよ。まあそんなことは誰も聞いてないか。メダカをタップすると名前を変更できる。だって名無しのメダカだって。そんなことになってるの？メダカ、え、メダカの名前な、何がいい？アリスとテレスにする？まったりメダカ育成ゲームってやつ。え、どれだろう。なんか分からん。多分それです。いい名前あります？ P
ピンズとソーズにしようかな。ピンズとソーズってどう？タンとヤオにしようかな。え、どう？よくない？国士と無双にする。キモい。なんかいいやつない？麻雀のなんか。麻雀の本一チンチートイツトイトイイーペーコーリャンペーコーチャンタジュンチャン三アンコ三色同三色同同行あれ三色同順じゃなかった、あれ三色同行三色同順じゃないの、あ合ってるわ、三色同順と三色同行があるんだ。あーなるほどね。え、同行の方がむずそうやな。国士無双4アンコ大三元いいなー。これ小数詞大数詞牛イーソー通イーソーチンロートなんとかかんとかダブリーダブルリーあダブルリーチこの前したやつ背底法廷チャンカンリーチ、ツモ、ヤクハイ、タンヤオ、ピンフ。リーチとロンだって。え、可愛くない？リーチとロンだって。え、リーチとロンいいな。リーチとロンか、タンとヤオ。チョンボとフリテン。わ、チョンボとフリテンいいな。チョンボって、ごめん、チョンボこれ書いてないな。チョンボってでもなんかアウトみたいなやつでしょ、チョンボって。フリテンって可愛いな。ツモでもツモって可愛くない？ツモとロンにしようかな。ツモロンツモロンフリテンいいな。ツモロンチーポン、名前だとチーとポンがっぽいか。マンガン薬マンハネマン、それちょっとそれ誰か教えて、それ順番がわからない。なんか4なんか4個までは何もないんだっけ。5個になると役満になるんだっけ。それってどうやったら役一覧じゃなくて、これ不計算、これかこれか、役半数なんだ。メンツと頭メンツと頭はちょっと微妙だな。あれ、それの説明全然出てこないんだけど、それの説明全然出てこない。あ、マンガン、ハネマン、バイマン、サンバイマン、ヤクマン、5、6、7、8、9ってこと？それマンガン、ヤクマン、あ、ヤクマン以上の点数、点数表だって。あ、4からヤクマン、あ、違う、そうそう、4から4号がマンガンだ。うん、嘘。親のロン上がり、親のロン上がり、親のツモ上がり、全部違うのかな。もうさ、難しいって。ハネマン。なんとか5本
翻訳の本、これなんて読むの、飯って読むんだ、ご飯、ご飯以上は、ご飯がマンガン、六飯がハネマン、嘘、ご飯がマンガンで、六飯七飯がハネマンで、その上が倍マン三倍マン、薬満、いや私この前倍満一回なったんですよ、超絶テンション上がった。あ、3から5が満眼、6から7が羽満、8から10が倍満、11、12が3倍満、さっぱりだぜ。まあこういうのは友達に任せればいいっすよ。でもプロになる人ってこれ全部覚えてるってことやっくらい？この人本当か？ごめん、めっちゃツイッター見てたわ。私何しようとして、あ、じゃメダカの名前を決める話じゃん。メダカの名前だよ。決めました。え、まあ、ここで広告スライム村、やめろよ、異世界のんびりライフやめろよ、そういうの動画スキップできないんだけど、何これ。動画長っ。あ、オッケー、できた、できた、イエーイ。ツモとロンにしました。可愛くね。可愛い、オッケー。で、3日に1回餌をあげなきゃいけないと。忘れるなー、これ絶対忘れるわ。あ、ジャン玉が全然できてなかった。待って、ちょっとみんなアプリの整理ちょっとみんなでしてみない？どっちも上がりだって。いや、そりゃあね、上がらないと意味ないですから。スーモ、デリッシュキッチン、サトフル、マクドナルド、カラオケ招き、快活クラブ、スターバックス、デリッシュ。でもなんだかんだな、マックと招きいいか、消しちゃって。どう思います？てかさ、あの洋服、お洋服買うときにさ、みんななんかポイントのアプリみたいなさ、インストールするとポイントつきますけどみたいな言ってくるじゃん。めんどくさいんだよね、アプリ永遠に増えるじゃん。だからなんか LINE のさ、友達追加とかの方が楽で、すごい嬉しいんだよね。お、ブランドやんって思いますね。
学生以外は招きそんなにいらない気がする。え、最近さカラオケ全然行かなくなっちゃってさ。これはいる。まあこの辺はしょうがない、いる。だからなんか写真のさぼかし加工みたいなやつとかさ、背景透過みたいなやつもさ、意外となんか年に2回ぐらい使ったりするじゃん、意外と。だからなんかさ持ってないとさみたいなさ思うよね。アマゾン、ミンネ、グレイル、シーイン、ゾゾタウン、ディーホリック、ディーホリック、キューテン、メルカリ、この辺はいるな。アハマ、マイドコモ、 D カード、 D ポイント、三井住友、消すか、結局カード作ってないし、さようなら。ペイペイ、ダイエット、うわ体重測ってないわ。映像走行、 DMM、 AKB ブログ、 TikTok、 Zoom、映像走行、私のメアドとなんかパスワードみたいなやつ、現役の時からなんかマネージャーさんに聞いてもなんか分かんないですとか言われちゃってさ、なんでだよ、悲しいな。私割と映像走行見てたのに。消してしまおう。 Google ドライブ、え、待って、私 Google ドライブももうこれ消していいかも。消しちゃった、消しちゃった。プライムビデオ、これ私見れるんでしたっけ、プライムビデオ。え、プライムビデオ、ハガレンが無料体験、これ私結局プライムビデオ見れるんでしたっけ、見れないでしたっけ、見れないみたい。え、みんななんかさ映像系のサブスク入ってます？配信サブスク、なんか曲は聞くんだけどさ、なんかそのドラマアニメとかさ、その辺なんか全然見ようってならないんだよな。消した消した。そう、 Amazon Music Unlimited ばっかり聞いてるわ。ゆうちょ銀行、たまにさこの ゆうちょのさ通帳アプリがあるんだけどさ、それを見てこう残高を確認してうーんってなるっていう。いや、これさ、あ、アマプラ過去好きだったアニメを流すだけのツールになってるって。え、わかる。そう、私も絶対そうなるんだよな。それ昔なんか、ね、最近話題のとかじゃなくてさ、その昔見たことあるやつを、ね、もう一回ちょっと見てみようかなみたいなさ、絶対そういうのになっちゃうんだよねという気がする。ディズニープラスとアマプラ家族で入ってる。だってでもディズニープラスも、え、ディズニープラスってさ、なんか意外とさディズニーだけじゃなかったりするよね確か。ゆうちょ認証、マイナポータル、プリントスマッシュ、ネイリー、 JRE、 スイカ、ワンタイム、カンナムオンニ、ウイルスバスター、ウイルスバスター、デュオリンゴ消しちゃうぞ。
ユリンゴ、ローチケ電子、ラジコ、アベマ、グーグルミート、グーグルミート、エキネット、あ、ジャンタマいけたわ。でもジャンタマってデータ量やばそうだな。あ、待って、私スマホにジャンタマ入れてないのってデータ量のあれだったっけ。あれを見てみるか。ストレージ、意外と食ってんだけど、どうしよう。写真と LINE がでかいみたい。写真なぁ、いらない写真めっちゃ溜まってるなぁ。写真、LINE、Instagram、Amazon Music、X、キャップカット使ってないのに、使ってないのに。最近削除した項目、意外とこの辺消すといいんだよね。全部消しちゃうか。さようなら、完全削除だ。ビビビビビビ。最近削除した項目って1ヶ月ぐらい残ってんのかな。意外と量があるの。最近削除した項目1700枚あるんだけど、完全削除だ。さようなら、バイバイ。これでだいぶ容量変わったんとちゃうか。意外とそうでもないのか。減ったこれ減ってない、わかんない。まあいいか。写真アプリケーション、あ、減ったアプリケーション、写真、メール、アプリと写真、やっぱ写真なんだね。消さないと。おやすみだって。おやすみなさい。初見さんがコメントくれた、嬉しい、ありがとう。じゃあちょっと一旦この辺のディオリンゴ消すわ、ごめんね。ってかさ、エキネットでさ、新幹線予約しようと思ったんだけど、なんかむずくない？なんか表示がさ、なんか電車関係のやつってさ、なんでこんな全部使いにくいの？駅の券売機もだけどさ、駅の券売機も使いにくいし、なんかアプリ系も使いにくいしさ、本当にはあって感じなんだけど。スイカチャージしちゃうぞ。あ、ちょっと待って。みんなってさ、モバイルスイカチャージするとき いくらにしてます？私2000円とか3000円にしがちなんだけど。グリッツ、あ、これもな。アベマ TV 何見たかったんだっけ。まあでも何か見たかったんだろう。ラジコ、カンナムオンニ、カンナムオンニって欲しいか。これあれだ、ほくろ取るときにここから予約したんだよ。鼻整形どれだけやっても38万円。でもカンナムオンニにさ
載せてるところってなんかちょっと怪しくない？そんなことない？ほくろのやつがさ、あんま多分めっちゃうまいなみたいなとこじゃないんだよね、きっと。だからカンナム鬼自体ちょっと疑ってしまっているが、 D アカウント設定ワンタイム、このワンタイムパスとかさ、マイナポータルって確定申告の時に使いましたっけ？あ、でも e-tax などのウェブサイトに表示すると QR コード読み取ります。あ、じゃあこれまで年一で欲しいっちゅうこっちゃ。ゆうちょ認証アプリ、これも欲しいんだっけ？そう、こういうのばっかり残ってるからさ、嫌になっちゃうんだよな。え、気づいたら2D だ。お腹すいた。え、みんな眠くない？みんな眠くないっていうか、多分もうこれも3人ぐらいしか見てないと思うんだけど、そろそろ寝ようかな。明日は早起きなんです。早起きってほど早起きでもないんだけど、絶対みんなの方が早起きなんだけどさ、ちょっと一回横になってみちゃおうかな。ちょっとジャンタマ、スマホでジャンタマ。横になっちゃうぞ。あ、待って、違う。明日出る前に洗濯機回したいんだった。パパ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 
します。嫌です。全データダウンロード、基本データだけでいいか。このロードが長いんだよね。これあれか、音鳴らないやつか。よいしょ。明日バイトもあるしレッドブル必須だわ。だって私そういう系飲んだことないんだよな。レッドブルとかさ、あ、まあレッドブルか。そう、なんか勉強でそんなコーヒー飲むとかさ、なんかさ、レッドブルでちょっとなんかみたいなさ、聞くの、それ。それも自己暗示系じゃないの。すごい可愛い女の子たちがいっぱい表示されてる。これこの可愛い女の子目当てでジャンタマしてる人いんのかな。これなんで、なんでこれみんな可愛い女の子たちばっかりなの。え、聞くんだ。そうなんだ。意外とちゃんとしてるんだね。トゥン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 、トゥルルン。ほぼ自己満足。寝ようと思えばすぐ寝れるけど、起きてようとすると結構耐える。それ飲まなくても変わんないんじゃない。でもまあの、まあでも飲んだ方が頑張れるってなるか。データダウンロード長いよ。え、あとこのみんな、もうみんな寝ちゃったとこで聞くのあれなんだけどさ、待ってよ。分かったぞ。インスタの DM、 インスタの DM を見たらええんやんか。ええんやんか。
やばい、かき氷食べたい、切れそう。トロロロロロロロ、やばい、もう感情がお腹すいたしかなくなってきてしまった。よくないですね。え、やばい、じゃんじゃじゃじゃんじゃん、すごい、みんなめっちゃ DM くれてる。 DM というかリプというか、優しい、みんなみんなとっても優しい。あ、ね、優しい。ネイル気に入らなかったのはピエンやね。でもキョンちゃん自身の可愛さは変わらないから元気出して。素晴らしい、素晴らしい。豚汁作るしか、いや、そうなんだよね。でもさ、もうどこのかき氷屋さんも混んでそうだから嫌になっちゃう。てかみんな、みんな LINE って、え、 LINE さ、こう通知を見てさ、通知ってか通知見たりとかさ、そのなんか長押しするとさ、あの読めるじゃないですか。それでさ、こうなんか勝手にこう返信した気に、返信した気になっちゃうんだけど、めっちゃ良くないよね。わかるわ。待って、さっきのストレージのやつ、 LINE が2番目でしたっけ。写真が、写真とアプリケーション、アプリケーション、あー LINE か。 LINE のデータってどうしたらいいんだろうね。もうこれもう全然もう使ってないトークをマジ消す。私高校の時とかさ、もうトークガンガン消しまくってたんだけど、同じ人います？トークは終わった、その話のあれが終わったら秒で消して、トークのさ、その名前が出るじゃん、バーって。そのそれがもうスクロールしないようにしてた。わかる？だから何人ぐらいだ、スクロールしないってなると 1,2,3,4,5,6,7、7人縛りとか、7人縛り、8人縛りとかでずっとやってた。その謎のこだわりが
ありましたね、高校生の時は。え、てか聞いて、てか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 、てか日傘傘なくしちゃったんだよ、悲しい。でさ、しかもさ、そう、どっかで、え、どこでなくしたんだろうとかじゃなくてさ、もう自分でさ、あ、もうあそこにかけました、はい、これ帰る時に絶対忘れないように気をつけましょうねって思ったやつを普通にそのまま忘れてさ、だからもうどこでなくしたかも分かってるんだよな。そこに行けば誰か取っといてくれてるのかな。悲しい、日傘悲しいよ。ちゃちゃ、そうなんです、ビニール傘と違ってちょっと辛いです。お、頑張れ頑張れ、ジャンタマのロードが 50% まで行きました。お腹すいた、一生お腹すいてる、受けた。なんか食べようかな。え、最近、あ、あれにハマってるわ、あのセブンのさ、そのまんまみたいなアイスあるじゃん、そのまんま桃とかさ、そのまんまマスカットみたいなやつあるじゃん、そのまんまマンゴーがめっちゃ美味しくてさ、それは結構好き。そのまんまシリーズ、まあ、マンゴーぐらいしか食べたことないんだけどマンゴーぐらいしか食べたことないけどめっちゃ好き、美味しいから、あとなんかそんなにカロリーとか高くないからおすすめです。ぜひ食べてみてください。お、ロードが 80% 超えてきました。ハピハピ、やばい、くしゃみ出そう。待って、もう2時間も喋ってるから、ちょ、終わろうぜおお、終わろう。今度買ってみよう。だって、え、おすすめ、私が最近推す食べ物はそのマンゴーのそのセブンに売ってるやつと、ライチのピュレグミと梅のピュレグミも、それはちょっと気になっている。最近のおすすめなんかあるかな。あ、ジャンタマできた。あー、なんかログインみたいなあるんでしたっけ。別にログインとかいらないんだけど、別にさ、いらなくない、そういうのいらないんだよ。待って、めっちゃメール届いてるな。これのメアドでログイン通過、新規登録通過。
あ、認証コード送信してくれたらしい。ありがとう。早く来い。早く来い。ちゃんたま先生。あれ、全然来ないですね。全然来ないですね。あれ。時差で届くパターン。このさ、ログインしなくてもプレイできる感じにしてくださいよ。なんでわざわざログインしないといけないんですか。怒っちゃいますよ。じゃあ逆にタブレットはなんでログインできたのだということになりますね。アップルは なんどういうこと。どういうこと。もう本当にやめてほしい。疲れた、寝る。これでしょ。これにしたらいいんでしょ。分かったよ。これ、あ、ちょっと待って、え、これにしよう。これにしたらいいんじゃない。どない、ペースト、オッケー、いけ。あ、あ、20時ぐらいに起き寝落ちしたから変な時間に起きちゃったって。確かに20時に寝たらこんぐらいに起きるよね。難しい。で、ちょっとなんか作業して、で、また2時間とか3時間とかで寝て結局眠いみたいな。悩ましいよね、この時間に起きるの。お、認証コード届いてくれたらしいぞ。あ、届いたやん。しごでき、コピーやった、ペースト、いけ、いけ。でもこれログインとかじゃない気がするんだけど。新規登録じゃないのか。あ、そういう意味のログインじゃないのか。プレイヤー名どうする。これさ、あれでしょ、他のプレイヤーと被ってたらなんか設定できませんみたいなね。このアカウント名すでに使用されてますとか大嫌いなんだけど、別に被っててもよくね、よくねと思うんだけど、どう思います。なんでだよ。なんで被ってたらダメなんだよ。ええやんけ。びっくりマークとかつけちゃう。びっくりマークとかさ、星とかさ、絵文字とかにしたらええってことか。びっくりマークは使えないらしいです。なんだよ、潮吹かだって。ガチャーガチャー。うわ、え、強化の強化使われてんだ。同じ感じもさすがにいるか。いろんな強化を試してみよう。わ、無理や。この強化はどう？いけ。うわ、最悪。え、マジ？ね、そう、ちょっとつけさせないといけないのがさ、なんか丸とかつける。お！麻雀道館へようこそ。これで行ってみる。まあ行ってみよう。行けたらしいぞ。麻雀の基本ルールはご存知でしょうか。まずは簡単なリーチから始めましょう。リーチって立直ってことないよね、なんか。マンズ、ピンズ、ソーズ、スーフーパイ、
三元パイ。麻雀のパイは全部で34種あり、大きく分けるとマンズ、ピンズ、ソーズ、フーパイ、三元パイの5つの種類に分かれてるにゃ。5つのパイにつき4枚あり、合計136枚を使って遊ぶにゃ。通常手牌を13枚持っているにゃ。自分の番が来るたびにパイを1枚積もして14枚になったら、また1枚を打牌って言うんだ。打牌していくにゃ。その繰り返しの中でこの13枚を特定の形に整え、最後の1枚が揃うことで、ね、和良ってなんて読むの？和良って、和風の和に了解の良って、これなんて読むのが揃うことでなんとかできる。だって上がり、これで上がり、なめとんかなめとんか、これで上がりって読むの、やめとけ。春つなんとかつなんとかつ読めないよ漢字が。覚えてほしいにゃ。手牌に同じ模様の牌が3枚連番で存在すると春つになるにゃ。こういう形を春つだって。順番が春つね。同じのが3、あ、コーツとトイツだって。あ、なるほどね。春つ、コーツ、トイツ、オッケーオッケー。これ33332ね。 OK、 分かりました分かりました。手牌は通常13枚しかないので、上がるには1枚足りないにゃ。上がりまでに必要なパイが残り1枚の状態を天パイと呼ぶにゃ。つまり上がるためには必ず天牌にしなきゃいけないにゃ。そうでござるな。お、なんかクイズ、上がるにはどれが足りないかクイズが行われている。123456789、123、賢い賢い。ちょ、寝るわ、おやすみおやすみ2時22分セナタンタイムですね。セナタン、またかき氷行こうね。じゃあ皆さん2時間お付き合いいただきありがとうございました。13位さゆちゃんありがとう。12位ミッキーありがとう。11位リオちゃんありがとう。10位のんちゃんありがとう。9位がミクニア善次郎さんありがとう。3位ちくわ、嘘です。8位ちくわ豆腐さんありがとう。7位かいくんありがとう。6位さよてんありがとう。5位がハリケンさんありがとう。4位が天野さんありがとう。2位がクラフゾキさんありがとう。嘘、3位です。3位クラフゾキさんありがとう。2位がヒデシャンありがとう。そして1位がミスター社交辞令さんです。ありがとう。急すぎ、それの急に。眠ったれ眠ったれ、せやせや、間違えました、ほや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 、お疲れ様だって。ありがとうみんな、ありがとう。おたけが10人になりましただって。ギフト投げてくださった方ありがとうございます。アイスのギフト、かわいい。麻雀やろうぜだって。ちょっと頑張ってみるわ。ちょっともう一回ちょっとチュートリアル頑張ってみる。配信お疲れ様でした。おやすみなさいね。男女読めるのにボロボロ、数字すらちょっと読めてない。皆さんエアコンは渋らずガンガン使っていきましょう。扇風機にもガンガン回ってもらいましょう。ということで
塩分水分しっかりとって健康にこの夏を乗り越えていきましょうね。それではまた来週来週なんだまた次回の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。またねー。